ゼロックスの命だなと。これがなかったら今がない。僕らの遺産だなと思っております。こういう原理でこのコピーができるんだっていうことを勉強しましたね。これをなんとか小さいね機械に将来はできるのかなと漠然とやっぱり感じましたね。なんかお互いに年を取ったなと。皆さんから向かって左側にですねゼロックス1385というこれを今日あえて持ってまいりました。この技術から最新鋭機がこういう形になったと。